着のスペシャルタッグマッチ60分一本勝負を行います。はじめに青コーナーより下田美馬三田悦子組の入場です。この試合は両者の希望により反則オールオーケー、場外カウントなし、リング上の完全決着ルールで行われます。いやー、いきなりですね、ハンサー反則オーケー、反則オーケー、何でもあり、これは両者の希望によりですね、ハンサー。いや、もういきなり佐藤放送的なパンチ、佐藤さんが、おっと、いきなり放送席が破壊されました。その下敷きになったのはパンチ佐藤さんが今日応援しようと思って駆けつけてきた井上京子であります。おお、下田やめろよ、お気をつけください。いやー、しかしもうすでに僕が洗っています。ルールは無用、今日は何でもあり。いや、しかしこれもう我々もどこに行っていいのかわからないような放送席もちょっとですね、今混乱しておりますが、それ以上に場内が混乱している。手先を出している三宅さん、あのね、控え室前の表情ではね、ピリピリしてたのは下田と三田フェアなんですよ。あ、そうなんですか。でね、赤と京都の方は非常に落ち着いた表情だったんですがね、試合始まったら全く逆。いや、本当に、あーっと、三田悦子が椅子、なんと場外乱闘で下敷きになっているのはアジャコング。控え室前でね、ほとんど口を聞かなかった京子と、それからアジャなんですけどね、もう打ち合わせこれできてたって感じで先制攻撃でしたね。ああ、控え室前でもやっぱそんな感じだったんですか。何かね、2人でね、言葉も話さないしね。いや、ちょっとあの距離を置いて出てきましたもんね。そうそう、それでね、あのね、下田三田がガウン着てこないんで、もうかなこれはもう最初から来るなと。あー、なるほど、パンチさんいいとこ見てましたね。おっと、おー、怒った怒った、京子が怒った、京子が怒った、これは珍しい、京子が荒れてるってる。さあどうだ、おー、いったいった。いや、パンチさんこのぐらいやんなきゃ。あのアジャさん出血、アジャ出血してます。出血、アジャ出血です、はい、死体切ってますね。知らねえぞ。あ、いやー、先ほどまでの教育で腕あるならいいけどさ、腕あるな、いや、これね、急になんか声が静かだよ。上でやってみるよ、上でやってみるよ。いや、これね、まだなんかのグリーンじゃないかなって感じしますけどね。しかしこの三田っていうのもさっきね、一緒に規模こう並びましたけど、でかいですね。いやー、本当にね、この人は、いや、こんなね、ラフなファイトしなくたって普通の試合したってね、大丈夫な選手なんですよ。それから三宅さん、はいはい、エプロンにいるアジャですけどね、傷口はちょっと見えないんですけど、血の出方がちょっと尋常じゃないんですよ。あ、そうですか。で、林リングドクターも腰上げてますね。あ、そうですか、はい。今日は本部席、林リング、コミッションドクターも、来ているわけでありますが、どうでしょうね。しかしアジャさん血流してますけどね、見てろっていう、ね、いや、の目が怖い。今日はとにかく両者の希望によりまして、ルールは無視、反則 OK、 そして場外カウントアウトなし、
あよ、来たよ来たよ。さあリング上の完全決着、もう2対2に当たっていいわけですから。さあどうだ、おーっとアジャがちょっともう完全に切れた、切れたよこれ。ああ久しぶりにこれはね、怖いアジャを見そうな、あー来ましたよ。ちょっと知らないぞ。あでもねアジャもやっぱりダメージがある、アジャもダメージがあります。あこんなアジャさん初めて見ましたよ、ね、今のヘッドバットやった後ねフラッシュましたもんね。5分経過。いややっぱり相当先ほどまでの場外乱闘でアジャコンゴのダメージを受けて、おっと出てきてんじゃねえぞお前、なるほどお前、これはよし、あっと宮本さんどういうことですかね。やっぱりあのサヤエンドがですね、ええ、角裏水をずっと、ええ、まあほとんどもうハイターも同然のような形で動いてますからね、いやこういう井上京子をパンツ佐藤さんが見に来たわけじゃないわけでありますが、おっとっと、おやり返すやり返す、あそして今度はまたまた今度は噛みつき、今度は下田美馬です。さあ対角線に振り返す、さあそしてさあ首を捉えた、とにかく初めてプロレス見てね、おっと来た来たぞ、アジャが来た、鼻血が出ました、鼻血か、鼻血が頭からか、頭からが鼻に流れてくるんですかね、もう顔面に血だらけ、アジャコング、うわ強烈な水平打ち、さあそしてナックルパート、いやしかしこれいくらなんでも宮本さんラスカチョラスでもアジャにですね真っ向からいったらちょっと勝ち目はないような気がしますがね、いやこの人だけはやっぱり怒らせると大変ですね、大変ですね、カウントは2つ、いやこれカウント3つ入ったってアジャやめないでしょう、おそらくまだまだ返す借りはたくさんあるが、あ下からわーっと下からフロー攻撃か、おーそしてなんとタオルが入った、うわーっと首を締め上げている三田悦子、さあ助けに入った井上京子、今度はスリーパー、何でもありです、アジャが普通じゃないもん、今日こんな初めて見たよ、いやもう完全に最初のですねパンチさん、はい、あの先制攻撃でやはりアジャといえども初めて見ましたよ、あれだけの攻撃受けたらねダメなんですね、いいのかよ、なんかちょっとパンチさん納得いかないようなね状況ですが、しかしでもね見たでけえな見たいやこの2人はもう 3WA の今タッグチャンピオンチームですからね、さあそしてロープに振ったぞ、三田がロープに振ったが大丈夫だよ、ね、ややフラッシュながらですがアジャコング体に物を言わせた、おー出たぞ、なめんのもいい加減にしろよという、あーっとロープを使った、ちょっとアジャがあっと顔面へのキック攻撃、あーっと踏みつけたよしよし、なんかこういう攻撃をしているアジャに向かってよしよしって言ってるパンチ佐藤さんっていうのもおそらく珍しいと思いますね、これねでもそういう今日パターンですもんね、これね初めてプロレス見てね、僕はほらバッティングだけの選手だったんですよ、守備と足がなくて、いやそんなことないですか、井上京子さんのね3拍子揃ったプレーを見て僕は不安だったわけですよ、そのプレーを見に来たんですよ僕は今日は、あそれが今日出す暇ないですもんね、ダメだよ、いいのかよ、いいのかよそんなの、さあおっと京子が椅子を持ってますね、さあパンチさんお待たせしました、さあ来るぞ、やった強烈な椅子攻撃、さあそしておっとダンシングツリーの体勢か、あっと後ろパンチさん大きい声で教えなきゃダメですよ、そこは今は寝たよやった後じゃなくてほらやる前にほらダメだよって言っても、うわっとダメ、さあ井上京子が今日は何もさせてもらいません、得意のダンシングツリーも踏まずに終わった DDT、 さあそしておっとアジャが出てきた、そして下田が出てきて、さあこれはおお両方がおお出るぞダブルのダンシングツリーから、おお
やり方を教えている井上京子。さあこれは、いやこのダンシングツリー、スーダンシングツリーであります。さあ足折ってあげてください。いや本当に足を折ってあげてください。もうアジャ様アジャ様。さあそしてこちら井上京子はすでに完成している。さあそしてアジャの方はここから持ち上げた。ようやく赤コーナー京子アジャコング、このメガタッグのどうやら流れになってきたか。さあしかしまだまだわからない。なんといってもルール無用、どこで流れが変わるかわかりません。どこで流れを変えるかわからないラスカチョーラスオリエンタレス。さあどうだ、おっといきなりデスバレーか。どうだこのままどうする、持ち上げるのか。おっとどうだ、トップロープに持っていきます。さあまた井上京子が捕まってしまいました。後楽園ホールからは京子京子という、あっとまた首ネックブリーカードロップ。上でやるんだ上で、そうそうだったらいいよ。ようやく何かちょっとプロレスらしくね、マスターなってきましたよね。運だったらしょうがないな、ね、しょうがないよというパンチ佐藤さんでありますが、今日のゲストはパンチ佐藤さん、今日はこの井上京子を応援するためにやってきたというパンチさんですが、さあ行ったぞ、出た。さあ最後からそのままアームホイップ、雪崩式でやります。さあアジャに今ちょっと目くばせしました、アイコンタクト。さあセカンドロープ、セカンドロープ、セカンドロープ、あっとしかし後ろからまたやってきた三田悦子がやってまいりました。またまた足妨害。パンチさん、パンチさん来ました、来ました、来ましたよ。上で、あーおっとまたサヤエンド、またサヤエンドが捕まえてる、サヤエンドが捕まえてる。さあそして2人攻撃はトップロープから飛んだ、トペコンヒーロー、トップロープからのトペコンヒーロー。さあそして、お、三田悦子も来るのかな、三田悦子も来そうな雰囲気。さあどうだ、おお今放送席に足がぶつかった。いやちょっとこれは、お気づかさい、あーどうだ、出てきました、パリカさんの裏下がかってきました。パンチさんがよろけている、大丈夫か、お気をつけください、パンチさんがよろけている。おーっと初体験のプロレス観戦は大変なこと、逃げ惑っている、パンチさんが逃げ惑っています。さあおっと缶ジュースの缶、あーっとそれを優れたまま殴りつけました。アジャコング本当に切れたか、まさに切れた、2人とも重機の缶を持っての、これはもう死闘というよりは凄惨な試合になってまいりました。嘘、嘘だ、嘘、落とせ、赤が切れた、赤が切れた、落とさないで、これは大変だ、高さは優に7メートルあります、どうするんだ、このまま落としたら大変なことになる。おーっとなんと後楽園のホールは落とせた、なんと今度はアジャが大変なことになっています。下はもうファンは完全に避難して一石がむき出し、アジャがですね、ファンとのジャングルジャックでですね、あーっと落とす、あーっと首を絞められている、アジャ、アジャが首を絞められている。まだバルコニー席で戦いは続いていた、あっとボビーがパワー停止に入っているが、これちょっと無理でしょう。いやいや、あのまま落ちたら大変なことになる。井上京子に対する声援が送られています。さあ後ろから下田、そして三田悦子、あれアジャは、アジャは、アジャは、アジャ戻ってきてませんね、アジャがいない、アジャが来た、来た、スタンド、スタンド、消火器持ってます、消火器、なんと南スタンドからアジャコングが、おっと今傑作を今引きちぎって、アジャコングがすごい勢いでやってきた、なんと右手には消火器を持ってる、消火器だ、消火器だ、日本女子プロレスの過去に入れ入れない、さあ消火器が持ち込まれた、
大変な試合になった。お気をつけください。とちょっと痛いです、鼻の奥が。さあ、じゃあコングがいった、いった。20分経過。井上京子、さあこれは警報器が鳴り響いておりました、後楽園ホール。これはちょっと大変なことになりました。さあそして椅子が据えられます。机が据えられました。机がリング上据えられた。さあどうなるんだ。あ、曲がっちゃった、曲がっちゃってる。このとんでもない試合の結末は一体どうなるんだ。パイレットライダー、おい、マップタス、机がマップタス、ボンボン、カウントは2つ。しっかり見ろよボム、お前しっかり見ろよ、一発そうだなお前。いやこれはすごい。さあこれで決めるか、もう決めてくれ。アジャ、さあカウントは2つ。しっかり見ろよボム、一発そうだなお前は。まだカウントは2つです。まだカウントは2つ。いいから長いぞボブ。ちょっと長坂アナウンサー実況できますか今。こっちもちょっと難しいですね。ちょっとこっちも息を実況しようとする、息を吸うとちょっと粉が口の中に入ってきて思うような実況ができませんが、その中でのルール無用のデスマッチ。今度は本部席、本部席もこれでもう破壊されました。さあそして今度はあとウーロン茶のペットボトルを持ち出しましたね。お茶のペットボトルを持ち出した。あっと、うわー、これは上から。いやーもうこれはもうどうしようもない。これもプロレスとかいう次元をもう超えた、もうね。いやもうね、何度でも言いますけどね、ダメなんだ、最初からそんなの何でもあるよ。いやーもう我々のもう放送席も目の前にはありません。あ、ようやく何かそうだ、さあいった、ようやくプロレスらしくなってきましたが、もうこれは早く完全決着をつけてほしい。さあロープに振って、あと、そうだよ、
ようやくプロレスだよ。ようやくあの試合らしくなって、ね、試合らしくなってきましたね。いやしかし本当になんかもう修羅場ですね。修羅場ですね。これは本当に珍しい。ようやくパンツさん、そうだね、これだから豊田ね、豊田山田のね、いい試合を見た後だけにね、ダメだよ。そう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 、リングの上だったらいいんだよ。リングの上だったらいいんだよ。さあリング上どうなんでしょう。完全決着の時は近づいてきてるんでしょうか。25分経過。試合時間は25分。ちょっと私の声が大きく苦しいかもしれませんが、ちょっと、ハンカチで口を押さえたままでのちょっと実況をさせていただきたいと思います。まだ後楽園ホールには消火器の白い粉が待っています。先ほどは警報器も鳴っておりました。修羅場化したこの後楽園ホール、いや血に染まるんじゃないかと思ってましたが、ね、まさか消火器で染まると思いませんでしたね。まあ先のこと言っちゃいけませんけど、20日に武道館があるわけでしょ。そうなんですよ。井上教官があったの、怪我したらどうすんだよ。怪我させんじゃねえぞ。もう本当あと10日に迫る。いやこの大一番の前にルール無用のデスマッチ。あーようやく何か放送席らしくなってまいりました。この辺りも、椅子がようやく放送席になってきましたが、さあ今ようやく赤コーナーサイド井上京子はジャコング。なんだ、いつ行ったんじゃないかボブ、いったくそ。依然としてカウントは2つしか入りません。さあ決めるか決めるか決めるか。さあナイアガラドライバーに行きたいところだが、ラリアートはかわされた。あっとドッキリ、まだこの後に及んでドッキリがあるか。緑のドッキリ、白い宙を舞う消火器の煙の中を今緑のドッキリ一戦。さあ京子がしかし、あっとダブルチョップ、緑に染まっている京子の表情。しかし三田選手はこんなでかいと思わなかったな。ラリアート、渾身のラリアート井上京子。さあ行くか、三角飛び、あーっとダメだダメだ、止められた。このまま落とされました。勝て勝てダメか。よし、いや今オッケー、そうだそうだ、パンチさん終わってしまうかと思いましたがね。いいのいいのいいのボブ、おーっと、おー下田美馬がボブ矢沢を受け取らした。ブイングコーラケ、おっとデスバレーが危ない。ラリアート、そしてアジャコングだ。さあジャコングが叫んだアジャの雄たけび。あーっと後ろからまたも椅子攻撃。さあアジャがロープに振られたが、あーこれもかわされた。読まれているアジャの攻撃。さあそして一体何をしようというのか、ラスカ超ラスオリエンタレス。さあアジャが捕まった。カウント浅く、さあそしておっと、さあアジャコング、アジャコング、さあどうかな、あっと、あートップロープを三田悦人が椅子を持ってる。ナイスジャッジボブ、ナイスジャッジ、カウントは2つです。ナイスジャッジ、もう何か宮本さん解説とかうんぬんとかいう次元を超えた、うそういう次元を超えてますね今日はね、ものになってますね、はい、もうね、もう試合とも言えないような状況になってますが、いやでもこれすごいですよ、こんなことって全日本女子の歴史で
ちょっとないですよね、これは。そうですね、まあ、極悪と極門と、まあ、ずっとそういう歴史はあるんですけども、まあ、この4人のね、ド迫力のある人がね、こんだけのことをやるというのは大変なことですね。あー、同士打ちで椅子が壊れた、椅子が破壊された。さあ、チャンスを迎えたぞ、アジャコング。30分経過。さあ、アジャが飛んだ。カウントはまだ2つ。見てくれよ、止まってないか。またさや遠藤だ。また出てくるな、今の。また遠藤です。仕上げちゃうんだ、お前が見てくると。後ろから強攻、投げっぱなし、ジャーマン。いやー、強烈。カウントは2つ。いってないか、おい。まだダメ、まだダメ。やり返した。カウントは2つ。さあ、もうエプロンサイドに出ることもできません。あ、後ろからトイカン強攻。バックドロップの体勢に入った。バックドロップ急降下、爆撃。カウントが入る。あ、左肩が上がった。いいから長いんだよな、ボブ。本当にパンチさん、そうですね。手がいい、手がいい。おっと、椅子をもっとよこせ、椅子をもっとよこせというアジャコング。さあ、そしてこちらはテーピングがつながれている。強固がつながれている。ロープにつながれている。さあ、しかし主導権を握っているのはアジャコングだ。アジャコングの方だ。さあ、どうする。さあ、垂直落下、チキンプレーンだった。垂直落下、決まったか。これで、さあ、エツコが残ってました。後ろからアジャニス攻撃。一体この地獄はいつまで続くんでしょうか。後頭部に投げつけた。あー、デスバレーだ、デスバレーだ。こんなところでデスバレー。あー、ダメだ。崩れた。もう下田には立つことができない。あとはミサエツコだけ。さあ、渾身のデスバレーボムがここで出るのか。上がらない、上がった。デスバレー、デスバレーボム。ホール、試合の権利は下田美馬がホールに入った。なんと2つ、強固が間に合った。もうね、こういうプロレスはね、あっち行って言いたくないですけどもね、相手がそういうことであればね、やらなきゃいけないですからね。さあ、京子が息を吹き返した。しかし、アジャはまだ立ち上がれない。さあ、京子が捕まえている。早く叫んでいる京子。京子がアジャを持ち上げる。これは宮本さん、裏剣を誘ってるんですね。これは裏剣だ。裏剣の準備ができた。これで決まっただろう。今、悪夢のような白波フィナーレ。地獄に落ちたのは下田美馬美太子、落下と落下を受けたです。裏剣からの戦いでアジャコング選手の勝利勝ち。いやー、敗れました赤コーナー井上京子、アジャコング組の勝利でございました。長いこと女子プロレス中継担当してますが、これほどまでにむちゃくちゃな試合っていうのは初めてですね。そうですね、もうとにかく消火器まで出てきたのにはびっくりしましたね。でも最後は京子と、そしてアジャのこのメガタッグ、アジャの裏剣が締めてくれましたが、そうですね、やっぱりあの京子ももうアジャと組むのがね、まあ、はっきり言ってもこれが最後じゃないでしょうか。はい、まあ、そういう意味もあって、まあ、最後の裏剣がね、まあ、本当にこの2人をね、なんか物語、2人の中を物語ってるなって思いましたけども、
まあ三田下田もね本当にまあまあ悪でこう頑張ってきたんですけども、あの二人を相手にねあのよくここまでね徹底してやりきましたよね。8月20日に、いよいよこの全場、まあ、いわゆる抜けるというね一つの卒業を迎えるこのアジャコング、これからはフリーとして戦っていくわけですが、そのラストマッチの前これほどまでに激しい試合、これはまあ京子との最後のタッグというそういう意味合いもあったんだと思いますが、それにしても激しい試合です。本当に信じられないような試合でした。2人来ていただきましたおめでとうございます。とりあえずおめでとうと言っておきます。そうですね、ずいぶんやられたんであんまりおめでたくもないですけどね、このざまじゃ。私はどうしてこういうことしますかね。いや向こうが仕掛けるからでしょ、それは。向こうが仕掛けてくるならば私たちだって元は獄門島ですよ。そんな